シのエマーチャーシュラディオ、イエーイ、2人だけのイエーイ、2人だけのイエーイ。寂しいね、寂しいね。お疲れモードですよ、はい、ね、なんで疲れたんですか。厚着って帰ってきたんですよ朝の10時に待ち合わせ、はいはい、ね、厚着行って、渓流見て、はい、のほほんとして帰ってきてラジオですよ。あ、違う。ほとんどちゃった。10時に待ち合わせして、はい、246で渋滞にまみれ、はい、もまれ、はいはいはい、厚木に行って、渓流を見て、はい、まあいろいろして、帰ってきて、はい、王将を食べて、はい、おまわりさんと話して、ラジオですよ。もう盛りだくさんだね、今日はね。盛りだくさんね。今、時間が若干16時43分。詳しいね。詳しいでしょ。なんだもん。でも今日はなんか珍しいよね、こんな時間にやるっていうのもね。そうだね、夕方です、うん、夕方。もう疲れたでしょ、ちょっと。疲れたね、もうだって、あれだよ、運転ずっと俺だよ。そうですよ。そうだよ。ね、してっつんだからしょうがねえよ。それは頼んだけどさ、確かに。いやそれないんだけど、それは。ないんですけど、ね、今回のラジオ、はい、ね、今回のラジオはね、こう話しとかなきゃいけない。お、俺はもうガツンと言うこと言っとかなきゃいけないわけよ。やっぱりあのこと言っちゃうんですか、うん、もうがっつり言わなきゃいけない。そうだね。ね、うん、前回のラジオで、はい、昨日の月曜日の、12時から、はいはい、18時までの間に、うん、そのラジオの企画等がなかった場合には、はい、ラジオ継続いたしませんということで、はい、まさかのゼロふざけんじゃねえあれでも実はあの時、遊園にも解散って言ってなかった。解散って言ってたよ。解散って言ってたけど、うん、いいよ別にいいからだってこれ多分俺思うんだけど、うん、多分12時から、うん、18時まで、はいはい、6時間絶対、うん、ちょっと今離れてるけど田畑も見てたと思うんだよね、うんうん、コメントないって思って、うん、あいつ多分モコモコしてたと思う。なんか俺ね、自分のことだぞってちょっと離れてても自分のことだぞって笑ってる場合じゃねえぞ。モコモコしながらちょっとなんか苦笑いしながら苦笑いしながらね、あ、今日ちょっと恥ずかしいけど、お前だぞ、お前もだぞっていう。だったらほらもう田畑がさ、何か、ね、うん、誰かのフリッシャーって入れてくれてもいいんじゃないの。ああ、ね、そういうことね、そんな優しさあってもいいんじゃないかな、うん、そういうことをね、いちいちちょこちょこ言うんじゃないよ、うん、なぜかわかる。わかんない。今それ聞いて、うん、あ、そうかと思って、うん、ね、イライラしてきたじゃないかあ、そうかみたいなそうかみたいな、いやいや、あいつも多分思ってるんですよ、うん、もう、うん、潮時だねえ、まあそういうことでね、まあ、ラジオを、はい、もうそうだよ、なんかだからだよ、もうここで言わなきゃ、うん、そうだよね、でもガツンとね、っていうかもう、うん、本当はラジオやるべきじゃないんだよね、じゃあね、やるべきじゃないんだよ、だってみんな期待してないんだから、みんな頼んでないんだから、うん、あらら、むしろもう聞きたくないから、うん、聞きたくないから書かなかったわけでしょ、ああ、そっか、だからもうやる必要がないのよ、じゃあなんで今日やるんですか。エマーセンシーラジオ緊急ここで緊急事態復刻なわけですよ、ね、応援してくれてるエマちゃんが、ね、ラジオやめたらあかんでと、おお、ね、いや、そんな風に応援したの。いや違う、あかんって言ったら今サンマが頭にサンマってそういう感じね。そんな、あ、全然声出ない。ダメだ、喉大丈夫いや、ね、喉最近おかしいんだよみたいな。まあいいんですけど、ね、ということで、うん、はい、あったわけ、うん、嬉しいね、 でもね、うんうん、やめたらあかんでと、うんうん、結局ね、うん、結局その時点で思ったのは、はい、もう、あ、誰もこれラジオ期待してないな期待してないからもうやらないよっていう、うん、もうやるかっていう、うん、ね、はいはい、もうやらない、やるか、アメブロどうするって言ったら、別にかっかないっつか、もういいよ来なくて強いなっていう流れになってたって、うん、なってたわけで、はいはい、したらね、エモちゃんがそう来たわけだから、一、うん、人でここでみんなで話し合ったじゃないですか、一、うん、人でも来てくれてるならばそうだ、ね、やりましょうと、はい、ただ、うん、コメントなく、うんうん、もう別に継続しなくてもいいんじゃないってコメントしなかった人はね、うん、そこは僕たちも心をね、天使になって語りたいと思うんですけど、このラジオ聞くなよ、もう天使じゃねえよ聞かないでいいよマジで。あ、今俺今いいツッコミしたよね。何何、
今までは。ああ、そうそう、タバタ欲しくならなかったよ。やった、初めてやった。天使じゃねえよって。天使じゃねえよ。誰でもできるっつって。あ、そうかい。まあまあまあ、そういうことで。でね、うん、で、エマちゃんがそのことを入れてくれて、はい、このラジオだから言ったら、うん、エマラジオなんだ。あ、それでエマ、そのエマちゃんも、ああ。それで緊急事態なわけで、はいはいはい、誰も来なかった緊急事態。なるほど。そしてエマがやってくれた、うん、そしてエマージェンシーで緊急事態ラジオ。なるほど、じゃあもうそのエマちゃんだけの、だけのために、ために、やってるラジオとも言えるんだね、じゃあね。とも言える。ただ、それで、呼吸広場ちゃん。おい。うん。ね、もう、後から、やめちゃうの、うん、って来てくれた。あ、じゃあ。いたんだよね。なんだ俺らはじゃあ間違ってなかったのかね。いや2人ね、あ2人間違ってなくはね、合ってるんだよどっちかっちゃ合ってんだよ。やったね。だどっちかっちゃ合ってんだけど、うん、2人いたわけで。なるほど、嬉しいね。先陣切ってくれたのが、うん、エマージェンシーだわけだもんね。だからもうこれもうむしろ2人のためにやってるラジオですよ、はいはい、うん、そうだね。呼吸市場さんと、うん、呼吸市場じゃない市場じゃない何市場広場さんとね、はい、うん、そうそう、だからエマちゃんが先陣切ってくれたっていうことで、そうね、ただ、うん、でもそれはねしょうがないさ。だってほら、うん、アメブロにずっとしがみついてたら、うん、むしろキモいでしょずっと来たんだって思っちゃうね。来れない人もいるわけで、みんな仕事して忙しいわけで、書けない人もいるわけですよ。まあ、ね、うん、確かに。そういうこと言っちゃいけないと。そうそうそう。ね、そういうことでラジオは継続しましょうと思ってるんだけど、はい、僕もそう、ね、君もそう、はい、たまたまそうだと思うんだけど、はい、冗談じゃねえな、今日、いや、ちょっと本音が出てるから。今日は、冗談じゃねえよっつって。いやいや、だって俺もね、うん、まあ、ちょっと見てみたんだよね。うん、見たね。なんかね、うん、それ見るでしょうね。あ、笑っちゃったよね。ないわ。終わりだって。そうでしょ。俺もそう思った。俺もちょっと、よく考えて。うん、これ、例えば、高橋翔がっていうのが、ええ、名前が出てない、へえじゃねえよ。こういうツッコミ。これ今このツッコミをもらって、健やかに話が流れたら、タバタ欲しくなった。いや、欲しくならない。ないね。ここでうまいこと言ってくんない、タバタが欲しくなるから。なるほどね。ね、うん、そうそう。でね、何しんじゃなきゃ、うん、え何しんじゃなきゃ俺何だっけ、ヘイで忘れちゃったよね、全部ね。ヘイで飛んだよね。ヘイで一緒に飛んだった。だから、そうそう、ラジオが、まあ、結局ラジオはなんで、うん、うん、お前分かってる。ラジオ結局、だから、ちょっと待って待って、思い出そうぜ。思い出そう。お前、ヘイってなんだよ、そっからかい。俺が飛んだんだよ、全部。だから、うん、だから、ラジオは、うん、忙しい人もいるから、忙しい人もいるから、そんなへばりくっついてられない、うん、むしろへばりくっついてたら逆にキモいぐらいで、はいはい、でちょうどいいぐらいなんですよ。ただ来なかったことに関して思い出したよバカ野郎。そのまたその2人か。話してたら思い出して、あれもやばい、まだ飛んだ。なんだ俺今日さっきからもうそれで繰り返したよ俺。だから思い出すから待って、話したら思い出すんだよ。だからね、うん、おやべ思い出せない。だからだってさっきから、ね、こうだから結局忙しい人もいるわけ で、 いいわけで、うん、ね、忙しい人もいるわけだからへばりつつ思い出してバカ野郎。あのね、高橋氷河っていうのが弊社やめろ、ええ、ここ繰り返さないと繰り返さないとね。高橋氷河っていう名前が、はい、出てなかったらいくらでもいいんだよ別に。まあ世の中に出てなかったら、世の中出てねえけど、まあね、うん、出てなかったらいくらでもいいんですよ、はい、それが出て、うん、まあ、昔から今まで活動してきて、ええ、いろんなね履歴を残させてもらって、はい、その流れで、うん、どんどん飛躍していかなきゃいけないこの現状の中、そうですね、この現状っていうのは、うん、先陣切っての俺からすると赤っ端なわけなんですよ。まあ確かにね、そうでしょ、うん、赤っ端だから、このラジオも実は赤っ端なの、うん、なかったのに一人来たからやってるよみたいな、恥ずかしいみたいな、赤っ端なの。恥ずかしいって言ったら直接言ってこいよ。そこで切れるとこじゃない、切れるとこじゃない、切れるとこじゃない、今、文のプレゼントなんだけど、今、流れは。そうそう、はい、でしょ、だから赤っ端は赤っ端なんだけど、ね、まあ、やらなきゃしょうがないでしょう、でもね、俺は思うんですよ、何、まあ、確かに赤っ端かもしれないけど、赤っ端だよ、うんうん、でもそれをあえてやることにね、うん、赤っ端と分かって、ね、分かって、ね、やってるからね、やってるからね、うん、かっこいいじゃない、赤っ端と分かっててやってるってね。二人のために赤っ端と分かっててやってるんだよ、相手俺ら。もうそうだよ。その二人のために。そうだよ。
お、かっこいいな。かっこいいでしょ、ほら。かっこいい、かっこいい、かっこいい。ちょっと冷静に考えたらかっこいいでしょ。冷静に考えたらかっこいいね。たった、ね、流れいい子、いいじゃん。いいね、うん。じゃあ今日これでおしまいでいいじゃない。じゃあおしまいっていうか、うん、まだ1個あるんだよ。なんだい。この次に来週、うん、3時から8時までの間でコメントがなければ、はい、またやるのか。もうやめとけ。いや、でも、もしかしたら今度は来るかもしれない。逆にね、逆にね、じゃあ表笑うんだよ。いや、もう今日疲れてんだよ、俺。ね。そうだね、それ車の中でやってたやりとり、まあ、まだね。車の中でやるとしたらまんまだね。まあまあ、でもそういう流れがあって、うん、そう、本当にそうなんだよ。だから俺からすると、うん、別に怒ってるわけじゃないし、怒る必要もないし、うん、これすごい単純明快な話で、はいはいはい、じゃあ何時から何時までにコメントください、やんなかったらもうやれないよ、本当にコメントが来なかったから、うん、じゃあやるのやめようと、うんうん、そしたら後からやんないで、やんないでじゃねえよ、優しく断るんだよ、やんないでじゃなくて、うん、やめたらあかんでと、はいはい、いうことになったから、うん、じゃあやろうよ、はい、そしたら故郷広場ちゃんも来て、うんうん、そうだよみたいな的な流れになって、はいはい、じゃあ2人は少なからず、そうだ、ね、2人はもう分かる存在として2人はいたわけだから、そうだ、ね、うん、じゃあやろうよってなったわけですよね、はいはい、だもうそうするの、ね、2人2人ラジオですよ、そうだね、もうね、その市場ちゃんもね、タナちゃん、エナちゃん、エマちゃんももうほんとね、いい答えはない、間違えんじゃん感謝してんのかどうかわかんない、これじゃ感謝しとかないと、でもほんとね、うん、要は嬉しいですよね、そうやって言ってもらえるのは ね、 うん、これをね、第三者の目で、耳で、はい、聞いてるね、はいはい、田畑がどうなのかなっていう、田畑ね、うん、田畑今日休みだよ、あ、やつらじゃない、一人だからな、一人じゃないね、ここに来てやってなきゃダメですよ、ラジオっていうか、もうね、むしろ出させてくださいって言ってきてくれたらね、まあ断るけどさ、何言ってんだよ、出させてくださいって、それありえねえよ出さ、そんな流れはおかしいよ、それはどうかな、でかいな、タオタいや、今ね、編集してるんで一生懸命、ね、あ、なるほどね、じゃあ頑張ってほしいね、あいつが編集してくれてるから俺たちが頑張ってこれをやるわけで、うん、でもこれをやることによって、うん、聞きたいって人がいなかったわけで、俺は恥をかいてるっていうことで、恥をかいてもイライラはしてないイライラはしてないけど、じゃあ、うん、本当にイライラしてないのかあったら、本当にイライラしてない、お、じゃあどういうふうに思ってるのかあったら、うん、すっげえうざいイライラはしてない、うん、イライラはしてない、イライラしてない、全然うざいそれは何に対してうざいんですか、だかそれは、うん、この流れだよ、あ、流れがね、流れが、まあ、でもね、実際話してたじゃん昨日、うん、でも本当にその実際なんだろう、忙しいんだって、はいはい、みんな忙しいわけで、勝手に俺たちがこの時間帯ラジオやってるわけだから、うん、まあそれはそうしょうがないわけですよね、まあそうだね、うん、いや、まあね、今日は毒舌だね、いやいや、でも本当ね、それぐらいたまには言っとかないとね、そうだよ、ほら、今日は結構なんていうの、みんなに、うん、面白い思われてるし、うんうん、まあ、かっこいい思われてるし、それは思われてないね、お、なんでない、それは思われてないね、なぜ、それはわかる、怖い、うざいからやっぱりうざいって知ってるからまあでもほらね、まあ、優しいとも思われてない、優しいとも思われてないね、お、なぜ、うざいから笑い物にされちゃってる的なね感じがもう半ば強くなってきてますが、といってもね、うん、実はこれそうじゃないですよ、あ、そうなんだ、笑われてると思いきやね、思いきや、うん、実は俺たち笑わせてるんですよ、そうやって、そうなんだよね、うん、だ、笑わせてると笑われてるじゃ違うんだよ、違うよね、笑しかってないよね、笑しかってないね、笑は燃えるよ、燃えるね、メラメラまあでもちょっとね、わざと今回は毒舌気味にしてみましたが、まあね、だけど、はい、そうじゃなくね、本当実はじゃあちょっと今リセットしよう、うん、リセット、ディレートデリートしてね、デリート、はい、デリートして、うん、今まで毒舌は本当ふざけてでした、はい、本当のことを言うと、はい、そのあ、ちょっと来ねえ、ちょっと本当来ねえからこれできねえって思ってたいや確かにそれはね、うん、俺も思ったけどね、今日の企画これできねえ、どうしよう、今日連絡しなきゃいいかなっていうのがあったから、うん、寂しいじゃんっていうことがあって、うん、結局はみんな忙しいからしょうがないねって、だけど言っちゃった反面これできないから、うん、じゃあコンソメパンチかなんかの映像の企画で違うのやろうよって言った時に、うん、エマージェンシー突入してきて、で故郷広場ちゃんも来てくれてということで再会になりまして、うん、そうですね、だから今回のこの号は、うん、エマちゃんと故郷広場ちゃんの号にしましょうよ、はい、そうです ね、 ね、うん、ガーン、マジンガーガーガーつってね、マジンガーなんか違えな
なんか違う、まあね、でも実はね俺思ってたんですよ、うん、まあ、実際ほら例えばまあそのエマちゃんと呼吸広場ちゃんと、ね、2人が来てもね、うん、もうコメントは来たけど今回は、うん、もしかして来なくても、うん、まあ例えば ね、実はね、うん、なんだかんだ言って聞いてる楽しみに聞いてる人がさ、うん、いたら、ね、いるんですよ、ね、そしたらだから何しね、じゃあネオ親父たちのね座談会とか何でも適当にね、うん、タイトルつけてやっちゃえばいいんじゃないと、いいこと言った、だから本当にその、ね、なんだろう、表だって来てくれてる人に今回は救われたけど、ね、表だって来てない人 も、うん、もう楽しいで聞いてる人はいるわけ でこっちでふざけてでもあんま直接ばっかかましてると失礼なわけですよ、うん、そうだね、だからそういうことはやらない、うんね、もうふざけるのはやめましょうね、ふざけてやめましょうということ で、ね、楽しんでくれてる人はいると思う、はい、いないんだったらもうやられまた元に戻る勘弁しろよっていう元に戻すなよっていうね、うん、まあね、はい、でもまあ今回こうやってね、うん、なんだかんだ言って来てくれたんでね、もう来週も継続するわけですけど、そうですけどね、今回この話ばっかしてても面白くないからもう締めない、この話は。あ、そうだね、うん、15分なんだから、うん、ね、こう締めよう、この話何で締めるだ、結局じゃあ、ね、さっきのフミの話がいいじゃん、確かにもう赤っ恥だな俺らはって言ってたじゃん。あ、はいはいはい、赤っ恥だ、特に俺なんか先陣切って出てんだから赤っ恥だ、うん、けどだがしかし赤っ恥で上等だということで、そうだね、もう出てきまして、で結局、うん、かっこいいってフミが、その名前はかっこいいっつって、うん、ね、かっこいいかっこいい、いやいいんだよ、親父だからかっこいいんだよ、親父だからかっこいい、うん、意味わかんないけど、で親父だからかっこいいっていうことで、そう今回の流れはこれで終わり、そして伝えたいこと、コンサイパンツで面白いことやりたいと思ってずっと考えてたんだけど、はい、思いついたよ。なんすか、いい、はい、当てもなく、うん、何も当てもなく、当てもなく僕と高文がロケに出ます、はい、おお、どこへ、それもそう、全然当てもなく、当てもなく、おそして旅館でもなく、はい、ホテルでもなく、はい、何々総的な、ああ、はい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 、はい、何々総的なところに、はいはい、泊まって平気的な、うん、そういうところに泊まり、はい、探索をし、はい、もう本当に親父ぶらり旅親父二人ぶたりたりだね、行き当たりばったり親父ぶたりたりぶたりたりかいいやつだよ、ぶたりたりぶたりたりね、どうそれ、もうでも面白いね、マジで当てもないよ、じゃあもう全然もう地図も何も見ずに、まあ、適当にブラブラブラっと、もう違うだから、うん、まず紙に、うん、50キロ100キロ、うん、150キロ、はいはい、でそれを、うん、なんかの抽選でバンってなった時、何キロってなったら150キロだとするじゃん、はいはい、そしたらまず150キロ車でとりあえず当てもなくぶっつぶ、はいはいはい、で150キロ到達した時点で何々層をそこから探す、うん、ああなるほどなるほど、うん、そしてそこで探して、はいはいはい、うん、まあそこの場所に席を置くわけですよね、うん、席を置いたら探索ですよ、そこからまた、はいはいはい、そしてどんなストーリーが、うん、帰ってくるまでどんなストーリーがあったかっていうのを、はい、映像で終始全部捉えておいて、はいはいはい、それを映像としてコンソメパンチの復活映像にしませんか。おお、面白いね。面白いでしょ、うん、これは面白いと思うんだよね。で田畑にはまだこの企画言ってない。なるほどね、うん、で言うと、うん、それはどうかな、うん、明日はバイトが出んだけどバイトなんてそうなっちゃうかなと思って、嘘だ、そういうことでちょっと一回これやってみないと。まあそうだね、うん、まあでもそういう当てもない旅っていうのもね、まあヒョウは今までそんなのしたことあんの？ない俺もない。ないじゃあないもの同士のやってみて、ね、何キロにする？50キロって50キロは結構ね。50キロってでも新宿からこれ50キロでしょ。そうだよ。いや結構みんな街中だよそれは。そうでしょ、うん、だ50キロはダメだよ。100キロはいかないけどね。100キロ、200キロとか300キロ、100キロ、200キロ、300キロ、300キロ、300キロ、かなりだね。100キロかなりだね。そうだよな、300キロって言ったら、だってこっからだったら福島とか、下手すりゃそうはね、名古屋も過ぎるかな。大阪近いか、大阪、うん、まで行かないかもしれないけど、それぐらいの勢いだよ。300キロちょっと遠いかな。300キロ結構ね、結構危ないですね。 しかもね、高速使わないで行ったら、うん、かなり使う、ああそうか、あでもな、高速使うとほら結構限定されちゃうからね。それもそうだし、高速のお金がないじゃあちょっと300やめよう。じゃあまあだからラッキーポイントも作っとこうよ。だからラッキーポイント、うん、ラッキーポイント作ろうよ。おお、じゃあ例えば、うん、5キロ、はい、50キロ、500キロ
これってある意味究極じゃない。でも究極だね。5キロだったらうちの近所の県内だけど、そうだね、意外と何々層ってあるんだよ、うん、あ、そうなんだ、うん、新宿御苑の裏らへんって何々層みたいなのが結構あるんだけど、まあ、そこでぶらり旅してもね、まあね、近所の散歩に過ぎないんだけどそうだよね、ダメか。5キロはちょっと、いや、まあ最低でもやっぱ100キロ行かないと、100キロね、らしいとこには行かないんじゃないの。じゃあ 100キロ、うん、100キロ、じゃあ100、100、100、100、150、200みたいな感じでいいじゃない。100、2つ作るの100、150、次は、あ、100、150、200キロ、うん、200キロならまだほらなんとかなりそうじゃない。なんでよな、行き帰り400だからね行き帰りは長いな。うん、長いよ。いや、大丈夫大丈夫、200キロぐらいなら結構頑張れるよ。あ、ほんと。うん、で、資金、うん、資金、何々層とかっていくらぐらいするんだろうね。大体でもね、まあ一泊、例えばあのほら、いわゆる素泊まりっていうの。いや、素泊まりでしょ。だって俺らだって出るのがじゃあ夕方の5時ぐらいだとして、うん、そっから仮に150キロとするじゃん、はいはい、そしたら150キロだったら多分3時間ぐらい行くよね。まあ行くだろうね。5時に出たとしたら8時9時でしょ、はいはい、何々層空いてんかい。まあ空いてんじゃない。うちよりもそれを探すのがまた、それを探すのがあれか、うん、見つかんなかったら野宿、野宿だよ。じゃあテント持ってかなきゃいけないけ。そうね、あ、テントはあるある、大丈夫大丈夫、はい、うん、あの昔の撮影の時の、そうそうそうそれかもう毛布でも持ってきゃいい。そうだな、うん、で資金を決めよう。資金、あ、なるほどね。お金がちょっとでもあったら絶対甘えるから、うん、そうだね、資金を決めよう。大体そうね、1人5000円。そうはね、俺も今思った5000円、大体、うん、ああいう泊まるの多分ね、まあ、3000円とかそれぐらいだと思うんだよ。3、4000円ぐらいかなと。そうだよね。しかも結構なと、結構な場所行けば、うん、あの、じゃあ、あの、その2人さんちょっとこっち来て、1人850,200円よっぽど男だろうね5000円、1人5000円し5000円ね、うん、で、それはまあオーバーしないで、その範囲内でね、オーバーしないで、範囲内で行き当たりばったり、はいはい、をやると、うん、楽しそうだね。よし、楽しそうだね。面白い、やってやろうじゃないかね。ご飯はコンビニダメ、うん、まあコンビニが、はいはいはい、何々そうって出るのかしら。いや、出してもらおうと思えば出してもらえると思うよ。でもそこで出してもらったらただの旅行だよね。まあそうはね、ダメだ、山で、うん、自然の恵みをいただこうじゃ、つまり何、例えば釣りとかそういうことかい。火を解けをするよ、釣りをして、うん、そうだ、自然の恵みをいただこうそれでいいんじゃない。そしたらあれ、ね、あくまでも、うん、ご生は泊まりのお金と、はいはい、泊まりのお金とあとあれだよ、交通費、交通費、うん、でそれ以外のものは、はい、もう自給自足でね、自給自足で行く、うん、じゃあもう結構限られてきちゃうじゃない、だんだんと限られてくるね。山方面とかね、山方面、どっちだろう、山方面の方が俺は得意かも、うん、俺アニマルファイターだからね山方面は得意よ結構。お、山の中で、うん、俺木と戦うから。木と戦う、木と戦う、え、どうやって。聖剣好き、上段回し蹴り、後ろ回し蹴り。え、それは山ごもりじゃないですかあの昔あった片眉剃ってとかってやつでしょ。でも、踏み上がってないんだよ。なんだいなんだい。森に入って、うん、それをなぜするか分かる。もう分かんない。森に入って、うん、まず一番でっかい大木のとこいて、うん、そこでガチンコするのよ。はいはい、はい、何するか知ってる。いや、その森とお友達にまずなるんだよ。ほうほうほう、そうなのなるほど、つまり喧嘩すりゃもう友達みたいな感じか。そうなのよ。なるほどね。森の一番強い大将と喧嘩をして、はいはいはい、お友達になってその森で済ましてもらうと、うん、その森の精霊が守ってくれるのよ、うん、なるほどな。トトロいないもん。あれ、びっくりクロスケじゃん、なんだっけ、あ、真っ黒クロスケだよ。あー、たまた欲しい、あやべやべ、めっちゃまたやっちゃった。あー、たまた欲しいでしょ、ヒヨダメだ、そういう、うん、そういう系出すとね、もう俺も乗っちゃうから、つい、うん、そうだね、ダメだ、真っ黒クロスケとかってやつでしょ。真っ黒クロスケ出ておいで、うん、真っ黒クロスケっているよね。あ、俺、え、俺じゃないの。お前じゃないじゃあ真っ黒クロスケっているよね。嘘、どこに。ちょマジでこれガチで見たことない。どこで、うっそ。じゃあ例えばさ、うん、歩ってる時とかに、はい、なんか黒い、うん、なんか物体みたいなのうーんとこうない、それでこう目でずっと追う的な。ああ、はい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 、はい、
なんか昔にないそういうの。俺マックロクロスケはいると思うよ。じゃあマックロクロスケも水人探そうぜ。その時マックロクロスケはマックラン見やめて見えません。神々で。いやでも何々そうで、うん、止まれなかったら森の中だよ。まあ、そうはね、うん、森の中か。森の中で意外と強いのは、うん、ヨッシーなんだよね。ほう、ヨッシー連れていくか。でもあいつなんで森の中強いの。あいつだって一回コンソメパンチで森連れてるんだけど。ああ、あの時のあれでか。なるほどね。あいつ意外と強かったじゃん。強かったね。ヨッシーだってあいつあれでしょ、雑草を飲み物にできる男だから、ね、できるね。たくましいよね。カクテルね、雑草カクテル作れるからね、ヨッシー。確かにね。ヨッシーちょっとアプローチかけてみますか。そうだ ね、 ね、あいつ火曜日なんでね、休み。あいつも火曜日休み。みんなが。みんな火曜日休みか。ね、ちょっとそういう企画を、うん。そうね。やりましょうか。一丁やってみましょうよ。一丁やってみましょうね。じゃね、うん、うん。そういうことで。あ、いや、でもね、今日はでもいい日じゃないの？今日いい日だね。ね、今日はね、本当はね、うん、出かけて帰ってきて、うん、ラジオ撮って終わってからレコーディングだと思ったんだけど、はいはい、やめた。お、どうしたの？疲れた。疲れたよ。ラストルーズ。あ、ルーズイヤーセルフね。違う違う違う、それエミネムのやつでしょ。あ、そうそう、ルーズイヤーセルフ。そのルーベタヘレライクナグダタデプ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 デラジオでって言った時点で英語で言ってたから、もうラジオがレディオに切り替わってなきゃいけないわけなので、ラジオでラジオでもうダメでしょその時点で。いや、っていうかね、あれだよ、俺もうね、何もほら相手がいないと喋れないタイプなんです。あ、そうなんだ。そうそう、相手が英語で喋ってくれればね、うん、多分喋れると思う。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、SHARP オッケー、いえシャープ。もう疲れたね。疲れたよ。疲れた、もうやめっさ、うん。もう時間もほらいい頃だし、でも。あと30でやる、30。うん。30にしよう。あと3分。じゃあ、あとはもう。2分半。じゃあ、音楽流して終わりにしよう。もう音楽今日ないもん。あ、ないの今日。今日ないない。マジかい。ないよ。ウィン、ウィン、エマ、ジェンシー、ラディオだもん。あ、でもほら。うん、確かにエマちゃんがその最初なんだろうけど、うん、呼吸市場ちゃんもね、加えてあげないと。あ、呼吸広場ちゃんも加えてあげないと。ああ。そうね。呼吸はブレスだね。ブレス？エマ、ブレス、ジェンシー、ジェイソン。ザ・テリブル。シュッ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 。なんとエマ、ジェンシーの間にみんなを入れようとするんだろうね。エマ、ブレス、エマ、ジェンシー、ブレス、ジェイソン、ザ・テリブル、レザーフェイス、チェンソン、ガンガン。ちっちゃい声でチェンソンガンガン。チェンソンガンガン。ガンガン。いやー、どうだろうね。うん、いやー、ヒョウ君のラジオ、グダグダだなって思うでしょ、うん、ね、これなんでグダグダか知ってます？いや。お前らが企画作って。人のせいかよ。いやね、でもヒョウ、そうは言ってもね、うん、ほんとその通りだと思う。どうでしょ、企画作ってくれよ。企画があれば、うん、俺はできる男なんだよ。そうだよ、ね、はい、じゃあ今日は星4つについてお話ししましょう。はい、夜 お空を見上げてください。星が1つくてバカ。もうアホもバカ。疲れたバカ。しかも星4つってなんだそれ。星4つをバカにしちゃいけないよ。え、なんどういうこと？あと星3つ増やしたら何か知ってる？北斗七星かな。北斗百裂拳つってほしかったの俺は。それは。もうおっさんだからもうダメなんだよ。ダブル高橋、席の回数も流れも一緒ですね。もうほら、二人ともおっさんだからもうね、ダメなんだよ、すぐ席出るんだよ。そうだね、席も背帯弱くなってきちゃった。あと手が震えてるんじゃんか。もうね、限界なんだよ、体力の。限界ね、疲れちゃったね。わかりました。そんなこんなでね、はい、こういうラジオになりましたが、はい、中小ラジオではありません。はい、ね、そしてちょっと、ふざけて、ちょっと、あの、毒舌気味にやりましたが、十中八九、嘘でした。はい、いいじゃないですか。はい、ね、まあ、そういうことでですね、またラジオは、ちょっとね、
はい、やっていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。お願いします。そしてありがとうちゃんと言っとこうね。あ、そうだね、うん、あかんでって言ってくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、でまあありがとうございましたもうね、本当は何でも、うん、よくわからなくてありがとう。はい、ありがとう。ということで今回このラジオ終了したい。今回このラジオやっぱり終わらせたいみたいな。やっぱり終わらせて、ね、本望で終わらせたいだろうね、きっとね。そう、そんなことないよ。今回この回はこれで終わらせ、やべえ。今回はこの回で、あ、違う。今回はこれで終わらせたいと思います。はい、ということで、じゃあ皆様バイバイ、じゃねー。どうも。